五代目、龍亭智楽は、北海道石狩郡東別町生まれの落語家。落語芸術協会所属、同協会上任理事を務めたが、描画後は、相談役に退いていた。出林、まさかど、縄文、鶴結び方ばみ、本名、沢部光三。いかにも、話しかといった、風貌、切符の良い短歌で、若手時代から人気を博す。張本伊に顔が似ており、 モノマネでもテレビ出演していた。もちろんユニフォームを着ての登場である。二代目、神田山陽の没後、弟子の神田ひまわりを門下に迎えるなど、面倒見も良かった。楽屋での父親を見たことがなかった次男のイサム二郎に、話しか死亡を打ち明けられた矢先の2005年3月、脳幹出血で病がを余儀なくされる。闘病生活の末、2009年9月7日に、 人不全により死去。57歳ボーツ。家族以外では最も一緒にいた時間が長かったという、三遊亭子ユーザーによれば、チラクは、前座、に詰め時代から、後方来楽で自分の持ち金が尽きようとも、仲間に存分におごるような生活を送っておごりの規模が大きくなっていったという。そのような生活がたたってか30代から糖尿病や、 睡眠障害に見舞われ、ゴルフや麻雀のプレイ中に寝ることもしばしばあったが、講座では寝なかった。病に倒れた後、病床のチラクは不自由なみながら、小遊座に、教会の今後のあり方などに関して、アドバイスを送ったが、その際に、上杉鷹山について書かれた本を小遊座に貸した。かつての合法雷楽なチラクを知る小遊座は、そのことについて、 チラクさんが倹約を進めるのかと妙におかしかったそうで、ある。神田改めめひなたひまわりの新内昇進疲労は、チラクが病気療養中であったため、師匠である落語芸術協会会長の桂つら丸がチラクの代理を務めた。ありがとうございます。